潰してやる。鬱陶しいな、グールド。お前から先に片付けしまえよ。しょうがねえな。さあ、けど、そろそろお遊びを始めようぜ。試合中のゴミ拾いのようなもんかよ。僕がやっつけてやる。死ぬ気で生き残れ。えらい学者さんとやらになりたいんだ。ああ、ベジータちゃん、なかなかいい。遊ぼうぜ。サイヤ人をなめるなよ。よし、ベジータちゃん、頑張って成功するんだぞ。お前なんかに負けるもんか。なんてパワーだ。やるじゃない。今日はここまでだ。お命ちょうだい。本番と行こうぜ。リクーム特戦隊リクーム。ボンボー、どうなってやら。胃のコントロールが乱れてるぞ。もっと戦いに集中しろ、ご飯。お命ちょうだい。そう来なくっちゃ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。そいつを分からせてくれ。この俺が義乳特戦隊の赤いマグマ、ギース様だ。おらんぞ、この俺が義乳特戦隊の青い半剣、バータ様だ。よく覚えておけよ。いやー、もういいさ。バータ様が遊びに来てやる。とっととご退場願おう。覚悟しろよ、ベジータ。貴様がこの俺にかなうわけがないんだ。本当にそう。かかってきやがれ。こんなことが。俺たちは義乳特戦隊なんだぞ。能力を持っていたぞ。どうした、その程度の攻撃で終わりか。義乳隊長。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。この義乳様の真の力を見せるときがまさかやってくるとは思わなかったぞ。気に入ったぞ。
まさかこの私に戦いを挑もうとする愚か者がいたとは。参考までにこれからあなたが戦おうとするこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力53万ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありません。ご心配なく。まさナメック星人が生き残っていたか。このようにつぶされたナメック星人の怒りを思い知れ。あの人は戦いないためにラビッツ、どこか追い込んだ。僕は孫悟空の元を孫悟空なんだ。虫けらのくせに生意気な。おおお、綺麗な花火ですよ。そんなバカだ。もし油断したようで、頑張ってください。私としたことが今度は死ぬかもね。こんなことがあってたまるか。今度は死ぬかもね。やってくれました。受けた痛みは何倍にもしてきたいと思います。今度は死ぬからね。やりやがれ。頑張ってください。なるほど、あってたまるか。このれおい、少し頑張りすぎじゃないかな。なんて、あっはっはっは。